はい、では、本日はお集まりいただきありがとうございます。じゃ早速始めていきたいと思います。ゲーム開発者とゲームメディアの理想の関係とはというあのお題で今回は、私あの株式会社 DNA の佐々木と、はい、株式会社前のタイラーと申します。よろしくお願いします。2人で進めさせていただければと思います。まずはですね、本日のアジェンダなんですけども、最初にですね、2人から自己紹介という形で、させていただいた後、ゲームメディアの変遷をですね、まあ、過去の歴史含めてですね、あのちょっと平さんとお話をさせていただきながら、まあ、あの大きな変革期としてのネットが発達したことによってそのゲームメディアとゲーム開発だったりとかゲームパブリッシャーの関係がどう変わっていったのかって話と、まあ、この今の時代だからこそ、ゲーム開発者とゲームメディアってどう付き合っていく、どういうふうに関わっていくのかなっていう話をさせていただければなと思っております。では早速自己紹介、まず私からなんですけども、株式会社 DNA の佐々木優と申します。で、簡単にプロフィールをご紹介させていただくと、私あの新卒でですね2009年に DNA という会社に入りまして、入社した時はですね2009年4月に入社したんですけども、その時はまだ怪盗ロワイヤルというタイトルが出る前の段階で、なのでですね、株式会社 DNA にはゲーム事業部というものが存在していなかった時にですね DNA に入りまして、入った直後はモバイルオークションサイトの運営だったりとか、モバゲータウン、その時はモバゲータウンでしたけど、モバゲータウンの広告営業などをしていましたと。で2010年になってですね、2009年の10月ですね、9月末10月にハイトロワイルがリリースした後ですね、まあ、DNA という会社の中核事業になって、ゲーム事業がなっていったんですけども、その流れで、ゲーム事業に移動した後、もうすでに、クローズしてしまっておりますが、セトルリンのっていうタイトルの運営だったりとか、あとは、他社様の、IP ゲームを立ち上げをしたりとか、あのマネージャーやったりとかしていましたと。でその後ですね、ネイティブアプリがですね、あの市場が立ち上がってきたのタイミングで、まあ、自分でもネイティブアプリの開発やりたいなというふうに思って、その部署の立ち上げから携わってですね、三国志ロワイルだったりファイナルファンタジーレコードキーパーというタイトルの立ち上げをしましたと。でその後いろいろあって、いろいろあってですね、いろいろやってきたんですけど、直近ですね、8月の29日に、ポケモンマスターズというタイトルを、まあ、リリースさせていただいて、まあ、そこでも今、プロデューサーをやらせてもらっているというような感じになります。で、ちょっと簡単になんですけども、うちの会社のご説明をさせていただければなと思うんですけども、一本ちょっと動画をご覧ください。未来の世界は誰にもわからない。予測なんて大抵外れる。だから私たちは未来も変わらぬものと向き合いたい。人は皆健康で楽しい人生を送りたい。自分らしく輝きたいと願い生きている。それは未来永劫変わらない。どれだけテクノロジーが進化しても人間は人間のまま、むしろより人間らしくなるはずだ。その仕事は語られるか。次はどうやって沸かせる。記録より記憶に残す。ドラマを起こせ。伝説を作れ。異彩を放て。The Light and Impact the World。 世界に喜びと驚きを。ありがとうございます。これですね、実はうち20周年、今年でですね、20年、創立20年を迎えまして、まあ、20年を記念してですね、動画を1本撮ったんですけども、まあ、今の、動画を見ていただいても分かるとおりですね、一体何をやってる会社なのかさっぱり分からないっていうのはね、よく言われるんですけども、まあ、ミッションとして、Delight and Impact the World というのを掲げておりまして、ビジョンはインターネットや AI を活用し、永久ベンチャーとして世の中にデライトを届けるというような形で会社をやってるんですけども、まあ、このミッションとビジョンもですね、ほぱ何も言ってないので、これだけでもやっぱり何をしてる会社なんかはさっぱりわからないというところでですね、まあ、大体こんな感じの事業ポートフォリオをやっておりまして、中核事業としてはゲームですね、あとは、スポーツ、この横浜の地で、横浜 DeNA ベイスターズという、まあ、球団で、まあ、
この2つがまさに注力事業という形で、他にもいろんなサービス運営をしておりますという会社ですね。でまあ、こんなことをやってますって話なんですけども、で、ゲーム事業を実際に始めたのはですね、モバゲーもそうなんですけども、大きくはやっぱり2009年の、カイトロワールリリース以降っていうところになるかなと思うので、ゲームメディアとの付き合いっていうところでもやっぱりこの10年間っていうところに、なってくるという感じになっております。はい、じゃあちょっと平さんに譲ります。はい、株式会社マリの平と申します。僕の方はもともとそのゲーム情報サイトというか、ゲーム雑誌、ゲームメディアの方でずっと仕事をしてきた人間で、もともとフォーゲーマーっていうゲームの PC ウェブサイトの運営をずっとやってました。で、ドワンゴと角川が合併するタイミングあたりで、当時その角川というかドワンゴの社長だった川上さんにちょっと声をかけられて、角川グループの方に移って、でそこでもそのゲームの事業だったり、あとその今やってるその電話ミニコーゲーマーっていうゲームのメディアも、そのドワンゴの事業の中で立ち上げさせていただいて、その中でそのいろんな会社さんとかいろんなクリエーターさんとインタビューだったり、インタビュー以外のいろんなやり取りっていうのはさせて、もうメディアの仕事としては20年ぐらいやってる形になります。でそうですね、あとはそのドワンゴでは、そのゲームのメディア、僕ウェブサイトの運営をずっとやってきたんですけど、その縁で、ニュースメディア詳しいでしょうというだけの理由で、大百科ニュース社っていう会社であったり、そのドワンゴの中 の, その動画じゃない、メディアの運営っていうのを一応任されて、子会社の社長とかは2社ほどやらせていただいて、で今回その電話ミニコーゲーマーっていう、メディアが、ドワンゴからちょっとこう移管されることになりまして、その移管に合わせて、僕の方で新しい会社を立てて、そこでそのメディアを引き受けて、今その電話ミニコーゲーマーっていうメディアを、株式会社マレーというところで運営しているという状況になっていますと。はい、で一応これ同じほぼ同じ内容なんですけど、一応本名としては平真一という名前なんですけども、多分通り名としてタイタイっていう方が皆さんネットメディアとかで、ネットの基地とかで、よく目にする名前かなと思いますんで、一応多分どちらの名前で呼ばれるかというとタイタイさんと呼ばれる方が結構多いので、一応このスライドも用意させてみました。で電話ミニコゲーマーのコンセプトというか、メディアポリシーみたいなところで言うと、いわゆる普通 の, そのゲームメディアさん、普通のというとあれですけど、そのいわゆるゲームの紹介だったり、そのゲームいわゆるゲームを遊ぶ人に向けての情報っていうのが多いかと思うんですけども、割とその電話ミニコゲーマーでやりたいなというか、その注力してやっていきたいと思っているのは、そのどっちかというとその、作ってる人であるとか、その業界に向けた情報発信っていうのを、注力してやっていきましょうというような一応位置づけでやらせていただいていて、でどっちかというとその目指しているのはその業界誌とか機関誌に近い方向感なのかなというふうに今は考えております。はい、であと一応その7月1日にその、ドワンゴから、運営を移管されたんですけども、それに合わせていわゆるオンラインサロンですねっていうのを、今ちょっとやらせていただいていて、でもともとこれ経緯から説明すると 2,3 年ぐらい前に実は遡っちゃうんですけど、ここでちょっと書かれているその、マシリットこと鳥島さんという方がいらっしゃいまして、鳥島さんとその、ゲーム業界その今の動きどうなっているのみたいな話を、ヒアリングされてされるところからその、鳥島さんとのお付き合いが始まって、なんかそのゲーム業界だったりその、鳥島さんがその強い出版であったりそのアニメっていうところと、なんか横断的なこう取り組みをしていけるといいよねみたいな話が実は結構前からあって、それこそ今日こう一緒に話すその佐々木さんとかも、巻き込んでこう裏でこうちょっと飲み会を開いたりみたいなことをやってたんですけど、なんかそういうこともこう、そのメディアの移管のタイミングで、ちょっと表に出していこうかというところでこういうオンラインサロンというのを今ちょっとやらせていただいています。で、ちょっと正直まだこう形がそんなにこう定まってなくて、割とこう、手探り手探り模索しながらこうオフラインイベントやったり、その取材のこう見学会をしたりみたいなことをやっていて、
まあ、そのいわゆる記事を読んで体験するのではちょっと味わえないようなそのまあその現地のこう実際の会話のやり取りであったり、あるいは取材が終わった後のまあなんだその公にされない話であったりみたいなところをまあ体験してもらうというコンセプトでまあやらせていただいてますと。はい、はいはい、早速ですね、本題に移っていければなと思うんですけど、その前にですね、ちょっとあの平さんと、最初に話してて、まあ、私ゲームプロデューサーというあの肩書きなんですけども、で平さんがあのメディア編集長という肩書きで、この2人が講演やると一体どういう人が来るのかが全く分からなくてですねあのちょっと アンケートというかあのを取りたいなと思うんですけども、この中でゲームメディア、ま、もしくはまあプレスだったりとかに関わっていらっしゃる方ってどのぐらいいらっしゃいますか。お、なるほど。逆にゲームのその開発だったり、パブリッシュみたいなところに携わっている方っていうのはどのぐらいいらっしゃる。あ、そっちが多かったんですね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあその前提で話をしていきたいと思います。はい、あ、間違えた、ごめんなさい。じゃあまずは、簡単に年表軸でちょっと平さんから。はい、多分そのゲームの雑誌の誕生というところからいくと、まあ、1980年ぐらいから始まると思うんですけど、これ2014年の資料で最新のものではないっていうところをちょっと一回まあ、ご留意いただきたいなと思います。でこれ何の資料かというと、その2014年の時点で、まあ、そのゲームメディアの状況をちょっと今把握整理して把握しましょうっていう時に、まあ、一応そのまとめた資料になっていて、まあ、すごくこうざっくり概算としてこういう今推移ですよねっていうのをまとめた資料になっています。まあ、まずその左からいくと、その当時というか1995年あたりは多分ゲーム雑誌すごい最盛期で、まあ、ファミ通さんが50万部、電撃プレイステーションとかがまあ20万部で、その他っていうのは、なんだろうな、まあまあ、ゲーマガとかですか、ハイパープレイステーションとか、まあ、いろいろあったと思うんですけど、まあ、こういう状況でしたと。でそれがそのまあ、だんだん部数が落ちていって、で、まあ、その、まあ、そこにこうなんだ比例するようにネットメディアが台頭していって、まあ、どのぐらいのこう規模感でそのシェアを奪っていったかみたいなものを、まあ、可視化しつつ、図にしてあります。で、まあ、ポイントとしてはその、まあ、2000年にそのフォーゲーマーだったりファミツドットコムっていう、まあ、いや商業ゲームサイトというものがこのタイミングで誕生してきていますと。で2005年あたりから、まあ、いわゆるそのまとめブログであるとか、その個人系の、まあ、個人といっても途中から企業系に変わるんですけど、まあ、サイトが台頭してきていて、その、まあ、ネットメディアが順調に大きくなっていく一方で、そのいわゆるなんだろう、ちょっと違う勢力みたいなものがこう伸びてきていると。でおそらくここの図で多分入れる、もしかしたら入れるべきかなという要素で言うと、YouTube のゲームのその動画であるとか、その要はゲームの情報をこう取得するにあたっての流通経路みたいなものが、いわゆるテキストメディアから動画メディアとかに移っていってるっていう、まあ、流れもあるので、ちょっとこれだけではさらないところもありますけども、まあ、いわゆるゲームの情報誌とか情報サイトっていう視点で見ると、うんうん、まあ、こういう推移ですと。言っちゃいますね。はい、で、まあ、さっきのやつは PV の規模感とかでざっくり見たものなんですけど、これはじゃあお金ベースで考えるとどんなものの規模感なんだいっていうのを、まあ、これもすごくざっくり、いわゆる内部資料とかではなくて公の情報をベースに、まあ、概算するとこのぐらいですねというような、資料になってます。でまあ、下の方の、まあ、上の方がいわゆる紙の雑誌のメディアの市場の規模感で、まあ、下のその方がいわゆるネットメディアの規模感、市場の規模感で、まあ、ちょっとネットメディアの方は逆にこう内部にいないと知り得ない情報がいっぱいあったので割愛させていただいていますけどもまあ、トータル その金額感みたいなものは、まあ、概算こんなもんですと。で、まあ、ここでその見てほしいのは、そのメディアのこうなんだ流通経路というかシフトが行われているんですが、市場のこうビジネスの規模としては どんどんダウンサイジングしてしまっているというようなイメージを持っていただけると。で、まあ、これでその当時僕が何が言いたかったかというと、まあ、そのゲームメディアこのままだとこう結構やばいですと。
その新しいことをやりましょうっていうための資料で、まあ、その当時その、まあ、角川とかドワゴンに対してプレゼンをして、そのなんか新しいことをやりましょうっていう流れの中でできたのが実はデンファミだったりしますと、あれですよね、こう2010年ぐらいに一時期だけ、それこそあのあれですけど、モバゲーだったりフリーが全盛期だった時って、あのいわゆる おまけをつけてみたいな、あのものも一時期本当にこの 2,3 年だけすごいこう一世を風靡して、ただまああの両プラットフォームから NG が出てあ、まあ両プラットフォームでアップルさん、グーグルさんから NG が出て、その後まあ出なくなったみたいなのもありましたけどね。なんか一時期本当にあのおまけだけまとめた、ね、雑誌とか冊子みたいなものがすごい売れてた、はい、コンビニで飛ぶように売れてた時代もありましたけどね、うん、なるほどな、はい、はい、でさっきのちょっと戻っていいですか、すみません、はい、でさっきのがいわゆるゲームのニュース攻略本とかは抜いて、いわゆるゲームのその最新情報とかゲームのニュースを追う時の、まあ、その市場の話ですと、でもう一回進んでもらって、でこれがあのいわゆるゲームの攻略本のビジネスの市場の規模の、まあ、すごいざっくりとした概算です。で、まあ、ちょっとこの辺どうやって試算割り出したのっていうのは、まあ、若干聞かないでいただきたいところがあるんですが、まあでもあのもう後の人の僕がそのフォーゲーマーの言った頃に調べて、あの後でまあ角川グループに僕が行った時に答え合わせをして、あ、大体こんなもんで合ってるよねみたいな答え合わせができたので大体合ってると思います、はい、でまあここでやっぱし、まあ、注目なのはやっぱしそのいわゆる攻略ウィキとかそのネットメディアにその攻略本のビジネスがどんどん侵食されていって、多分今もっと相当小さくなってしまってると思います。なのでもともとゲームメディアとかゲーム、まあ、雑誌の出版社、まあ、エンブレとかそうかな、うん、っていうのはやっぱりそのゲームの情報を、まあ、ビジネスにして、まあ、大きくなっていった会社だと思うんですけども、やっぱりそのビジネス、まあ、チェンジみたいなものを、まあ、迫られて、いるという感じですかね。で、まあ、その攻略ウィキとかで、あの僕もそのなかなか何だろうな、状況を正しく把握するのに時間がかかったんですけど、もともとそのやっぱ個人サイトがずっとやってるのかなと思ってたんですが、途中からそのアフリエイトとか そのビジネスがすごく発達して、そのいわゆるアフリエイト業者みたいな方々がそのゲームの攻略っていうものに目をつけて結構本格的に取り組んできたっていうのが、まあ、2005年ぐらいから多分本格化して、で、まあ、いわゆる攻略本のビジネスが完全にネットに置き換わって、まあ、今だとあのゲームウィズさんとか、まあ、そういう会社がそこの市場をまあちゃんとこう取ってあの、まあ運営されているという状況なのかなと思います。はい、何かあります？そうですね、なんかあのまさに私が始めたのはこのもう一世を風靡して基本ネットで情報を取るよね攻略はみたいな世代から、はい、逆に言うと僕はコンシューマーじゃなくて、まあ、本当に開発自体もモバイルから入っている人間なので、逆にこう2010年それが当たり前の世界の中でこう開発を進めるな上でどうするのかっていうのがあったんで、今だから逆に攻略本出すのは新しいよねっていう時代もあったんですよ、2010年ぐらいに。っていうのでなぜかこうあの結局ネットだけだとネット完結だと、手に持ってなんか思い出に残るものってやっぱなかったりもして、だからあのその辺をこう作ろうみたいな動きがちらちら起こってはいましたね、まあ、ただメジャーではなかった形かなと思いますね。まあでもそれに近い話で言うとちょっとすごい余談ですけど、昔そのオンラインゲームが PC オンラインゲームが流行った時にそのラグナルクオンラインとかが流行って、うんうん、で最初はそのダウンロードでみんな遊ぶんですけど、途中でパッケージとか作り始めるんですよ、うんうんうん、で要はダウンロードだけでは届かない人にどう届けるかみたいな、こう要はスケールアップする時にこうね、なんだミッションが変わってみたいな、うんうんうん、まあ、ちょっと余談でしたけど、うんうん、なのでその ものとかその販路のそうですよね、なんかリアルに対してどう接地面を作るかみたいなところはやっぱネットだけで完結していたところからもう一歩進むためにどうしようか、まあ、最近それがある意味こうリアルイベントだったりとかっていうのが流行り始めた理由なのかなとも思ってるんですけども、はい、で次、はい、まあ、これはそんなにちょっと重要じゃない、まあ、これも2014年の時点で、まあ、その PC からスマートフォンに、まあ、もう皆さん 体感というかもうすでにもう今の時点と変わりきってしまっている状況ですけど、あの、まあ、チェンジしてますと。で
まあ、ここで何が言いたいかというと、その商業、ウェブメディアっていうのはいわゆる広告ビジネスで回ってるサイトでしたと。で PC サイトの時は広告をこう貼る面が多いので、そのビジネスが成立しやすかったんですけども、あの、まあ、スマートフォンのサイトになると、まあ、こういわゆるバナーとか貼る面みたいなのがだいぶ少なくなってしまうので、あの結構広告っていう視点で見ると、そのメディア、その広告一本でメディア運営しているニュースサイトとかは若干苦しくなるみたいなのが、あのこう変化としてあって、うんうんうん、まあ、それをこう訴えたかった仕様。なるほど。実はちょっと戻っちゃうんですけど、うち あれなんですよね、こう2012年ぐらいかなの時は、まさにこうもうすでに、攻略サイト業者の方々がやられてる攻略サイトが流行ってきた時に、自社でやろうっていう動きを立ち上げて、自分たちが出しているゲームを、まあ、をちゃん自分たちが攻略サイトを作るみたいなのを一時期やってたんですけども、3年4年ぐらいやってやめましたね。結局勝てないっていう、もうあのっていうのも分かって、まあ、自分たちでやるのが、まあ、もうひどく効率が悪いっていうような状態にまでなって、やっぱもうすごい効率で作られるんで、やっぱそこはもう勝てないなと思って、で自前主義はもうやめようっていうふうにやって、もう最近は絶対自分たちではやらないっていう領域になりましたね。それでも興味深いですね。そのオフィシャルでやって、そのデータとかも全部持ってるのに勝てないってことですか。はいあのもう勝てないなっていうのと、やっぱオフィシャルでやればやるほど、こもうなんかものすごい、なんていうんですかね、ある意味こうお金がかかるというか、あの労力がかかりすぎてしまって、労力に対して効果が見合わないというの、でもお客さんがからすればもう結局どっちだっていいっていう、情報が正しければそれでいいっていう形なの でやっぱ、結構な情報、まあ、なんか物量というか、人のそのお客さんの人の数で情報の正しさをカバーしている部分があるので、なんかあの その辺をこう一人の担当者とか、まあ、その時一人の担当者はどころじゃなかったですけども、やるのにはちょっとやっぱもう限界があるなっていうのがあって、はい、本当に 2,3 年ぐらいでしたね。あの本当に自分たちでやってた時代っていうのは、まあ、なんかその攻略情報が顕著ですけど、その情報がそのいわゆるなんていうかな、中央集権的な情報のこうあり方からこう文献的になっていくっていうんですか、うん、はい、その個人も発信できるし、その企業さんもここに発信するってなると、うん、やっぱりその昔の雑誌とかの時代に比べるとメディアの求心力っていうのはもうどう考えても持ちざるを得なくて、うん、あとやっぱそのゲーム、まあ、私の場合こうスマートフォンにおける、まあ、あのゲームですけども、もうどんどん複雑化していく中で、その攻略情報を、まあ、なんか開発側から出す一時的な攻略情報って まさにこうなんかそれただ売りたいだけでしょみたいな風にやっぱ 見え方も結構変わってきているなっていうのと、やっぱ独自でこう攻略を探したのが面白いみたいなところに、まあ、ある意味そのスマートフォンのゲームが、コア化というか、あのゲーム性が高まれば高まるほどそういう傾向はやっぱ強くなっていったなっていうのはすごい感じましたね。はい、まあ、これも、はい、じゃあネットの発達が何を変えたかって、はい、でこれも、まあ、ちょっと注意で2014年時点の資料ですと。でこれはあのいわゆるシミラーウェブであるとか、そのいわゆるアクセスを測るツールで、あの、まあ、調べた数値をまとめたものです。で部数とかはいわゆる交渉部数、あの交渉部数じゃないな、発行証明部数とかをベースに、まとめてあるものです。でこれもその当時そのゲームメディアの状況っていうものがそのどういう形なのっていうのを、まあ、整理するためにまとめた資料です。これも多分2019年の今となっては結構パワーバランスみたいなものは変わってるだろうと思います。ただまあちょっと今のやつはこうすごい出しづらいので、まあ、当時の、まあ、この5年前であれば実行かなというところで今回持ってきています。で、まあ、ここでそのやっぱり分かりやすいのはその既存のこうゲーム雑誌とかの勢力に比べてその右側のいわゆるこうまあ、コミュニティ系の情報っていうものがものすごく台頭してきていて、そのいわゆるこう商業誌、まあ、さっきその話してたような誰か担当しておいてカバーできるっていう時代がもう終わってきて、そのでかつそのお客さん側の見るその媒体とかそのツールもその、まあ、昔はブックマークしてサイト見てたり雑誌買ったりっていうのが、まあ、その SNS しか見てないよとか YouTube のアプリでレコメンドされたものしか見ませんみたいなものに変わっていって、まあ、変わっていってるというようなことが分かるのかなと、うんうんうん、
ですかね。次だから 今にすると多分ツイッターがもっと日本だけで言うとそうです、ね、多分だいぶ大きくなってるっていう感じです、ね、だからまあそのニコ生ニコ動ニコ生って書いてありますけど、まあ、多分2014年の時点だとゲーム実況の中心ってまだニコ動だったんですけど、うんうん、あの多分今だとそれが完全に YouTube とかに置き換わりつつあって、あとあるいはそのミラティブであるとか、そのいろんなそのゲーム、まあ、Twitch もそうですけど、まあ、いろんなゲームの動画の配信ツールっていうのが出てきて、多分今のゲームの情報をこう追うとかゲームの何か面白いこう動画とか、まあ、情報を探すときにはもうほぼほぼやっぱり動画、特にゲーマーとかプレイヤーの方々からするともう動画にかなり寄ってきてるのかなという印象があります。はい、っていう流れですね、まあ、どん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 こうあのメディアの在り方が変わってきたよねっていうところで、まあ、じゃあ今そういう時代の中でどうかあの関わっていくべきなのかっていうのはここからですね、じゃああのフリートークというかフリーセッションと、あとあの随時ですね、あのちょっと皆さんにもどうそこら辺お考えですかみたいなことをあのお伺いできればなと思うんですけども、やっぱりあのすごいこう大きなところとしてはなんか結構そのゲームを売るためというか、ゲームをプロモーションするためのにこうどうメディアを活用するのかっていうところがやっぱあの結構大きかった時代からあのそうではない世界というかに変わってきたのかなっていう、そのメディア発信をすれば売れるとかあの届けられるっていう層が、まあ、だん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 変わってきてるなっていうふうなのはあの率直にこう開発あのしてるところからするとまああの変わってきてるなっていうのを感じるんですけども、そうですね、まあ、そのさっきまで説明してきたことの一連の、まあ、まとめを多分言うならば、多分そのゲームメディアとかゲーム雑誌っていうものがその従来はそのゲームを売るための媒体としてものすごく力を持っていたんだけども、そのいろんな環境の変化によっていわゆるそのゲームを売るっていうところに関すると必ずしもプライオリティが高い媒体では、うん、もはやなくなってしまったというのが、うん、まあ、僕の立場からすると残念なことになってるけども、うんうんうん、まあ、でもそういうことなのかなと。で、まあ、それを踏まえて、まあ、とはいえそのじゃあ YouTube がその YouTube で小学生が例えばフォートナイトやるみたいなことは、うんうんうん、あるかもしれないけども、逆に一方でその、まあ、そのいわゆる業界誌だったり機関誌だったり、うんうんうん、あるいはそのちゃんとしたインタビューみたいなものをじゃあ彼らがやるかというと、まあそうではないというところで、そのやっぱり役割とか果たすべきミッションみたいなものがメディアも変わりつつあるのかなという。やっぱりあの私もそのゲーム開発してもちろんそのメディアさんに記事を書いていただくっていう場合と、それこそあの YouTube だったりとかでこうプレイ動画を上げてもらって解説をしてくれる人、まあ両方ともと、まあ片方はお付き合いではないですけども、 ありますけども、一番大きな違いってそのちゃんとこう伝わりやすいようにとか聞きやすいようにとか何が伝えたいのかっていうメッセージがはっきりした状態に編集されている情報なのか、今思ったこの瞬間思ったことを伝えているみたいなものをで両方に価値があると思っていて、だからこそ両方にお客さんがつくのかなと思ってるんですけども、よりなんかこうその編集するみたいなところっていうところが重要になってきてるのかなってメディアとしてはっていうのはすごい感じますね私は。なんでどうしても編集してどうしても伝えたいメッセージがあるときは逆に言うとゲームメディアさんに頼むっていうのが、はいはい、もう一番いい情報がちゃんとまとまるなっていうのはすごい感じます、ね、そのゲームを売るためのそのなんていうかな媒体としてゲームメディアがって話を、まあ、さっきしましたけど、まあ、誤解がないようにもうちょっと補足すると、うん、要は 役割がちょっとこう住み分けが多分その何でもかんでもゲームメディアっていう時代から、うん、その住み分けが必要な時代なんだろうと。その例えばそのユーザーさんはその感情的なというか表現というのはすごくこう強いけども、うん、そのじゃあなんでこれ俺好きなんだっけとかこれってこういうふうにいいよねみたいなことをこう言語化こうなんていうかな完璧にできるこうユーザーさんっていないんですけども、それがその例えばインタビュー記事がそのメディアに載って、うん、あそうそう俺が言いたかったのこういうことだよってシェアするみたいなことっていうのは、まあ、今でも普通にあるので、そういうその何ていうかな伝えたい情報とかを、まあ、そのユーザーさんに届けてそのユーザーさんがこう反応するところまで含めてちゃんと考えて、うんうん、その実施すればそのやっぱメディアの、まあ、
まあ、そこも含めてやっぱりメディアの果たすべき役割というか、うん、まあ、そういう、はい、あと結構その作り手の誠意だったりとか作り手の思いだったりとかどういう感情でこうあの動いてるのかみたいなのって意外と見られてるんだなみたいなところはすごい最近特に感じるようになってきていて、それは多分開発者の発信が増えてきたっていうのもそうだと、個人的な発信が増えてきただったりとか、結構その昔だとなんかあのそんななかったと思うんですけど、どの、 あの大体ゲームにもなんか担当というかその、あの人が立っていて、まあ、結構人格を持って発信するあの機会というのがどんどん増えてきてるなっていうのは感じていて、その中でそのやっぱ人間なの人格を持つとやっぱ人的なものが出るので、好き嫌いっていうのが出てくる中でどういうパーソナリティを発信するのかっていうのはよりこうなんかあの考えないといけないなって、それがまああのツイッターだったりとかのアカウント作ってどう発信するのか以外のところでもやっぱそのインタビューだったりとかでこう引き出されるものとかっていうところを使う場合っていうのはやっぱあの何を伝えるかっていうのが結構逆に言うとゲームの側、ゲームの開発側が考えないといけないんだろうなっていう、その何を使うのかっていうところはっていうのはすごい感じますね。で私もだからその結構そのなんか特別な時は逆に言うとあのちゃんとゲームメディアの人たちとにこうインタビューしていただいて、こういろいろとこう話を引き出してもらうみたいなところっていうところはなんかやっぱやらないとあのどうしてもそのなんだろう、情報として偏りが出てしまうとか、そうですね、まあ、やっぱしそのまあ、オンドメディア含めて、まあ、自社でそのツイッターを運用するとかも含めて、まあ、その自社で完結して情報発信するっていうのは、まあ、今や当たり前なんだと思うんですけど、うん、まあ、一方でやっぱり自社発信だけだとこうなんていうかな、大本営発表的に、うん、あの本当はそうじゃなくてもユーザーさんがそう捉えてしまうとみたいなところは多分にあるので、まあ、やっぱそういうところは第三者が入っていって、そのまあなんだろうな、あのいい質問とか厳しい質問も含めてやるっていうのが、うんうん、まあ、やれるのがいいこうなんとかな関係値なんだろうなとは思います、うんうん、ただなんだろうな、あのちょっとこう愚痴っぽいことをちょっと一個でいいけど、はい、ぜひ、あの要はそのゲームを売るため以外 の, そのなんていうか情報発信っていうところがそのメディアの多分価値の一つに今後なっていくだろうと僕は思うんですけど、うんうん、あの一方でゲーム会社のなんていうの、いわゆる広報の体制って、うんうん、まあ、当たり前なんだけどゲームを売るための体制じゃないですか。だから例えばそのクリエイターさんにインタビューしたいですっていう時にこういやでも発売特に関係ないからダメみたいな話っていうのがよくあって、うんうんうん、まあ、なんていうかな、まあ、しょうがないんですけど、なんかもうちょっとこうその単純なその発売日合わせのプロモーションっていう以外の広報活動とか情報発信っていうのをなんかもうちょっとゲーム、まあ、会社の側もなんか意識してもらえると、うんうん、まあ、僕らも取材がやりやすくなっていいのになという、だから結局のところその中長期的な、まあ、ある意味こう売り上げというか、はい、みたいなところにつながるそのお客さんとどうあの関わっていくのかみたいな、まあ、いわゆるエンゲージメントみたいなところに対するあのメディアの、まあ、発信の考え方みたいなところかなと思ってて、やっぱここってなんかある意味こういわゆるこう KPI とか KGI と言われているようなもので見るのってもうほぼ無理というか超難しい、まあ、ほぼ無理というか難しい、すごく難しいあのところだなと思っていますと、あとある意味その効果っていうものが出てくるのが じわじわと聞いてくるというか、コミュニケーションってやっぱそういうものだなというふうに思ってるんで、結構どちらかというとゲーム開発者だったりとかゲーム会社側が意思を持ってやらないとというか、うん、まあ、なんかある意味そこは結構そのプロデューサーだったりとかディレクターの、まあ、胆力が必要な部分だなって個人的には思いますね。やっぱでも私実際あのゲーム運営したりとか、してる中ではそこって絶対的に必要だなと思っているので、あの、まあ、そこに対しては投資しよう、まあ、自分でやってるタイトルだったりとかは絶対投資しようっていう判断をするんですけども、じゃあやれこうそれが売り上げにどんだけ影響するんですかとか言われても、まあスラッとは答えられないですよね。やっぱりだからあのそれがある意味逆に言うと苦しみでもあるっていう、なんであのなんかそうい こう事例だったりとかっていうのをまあなんかみんなで作っていけるともっとよりあのハッピーな関係になれるんじゃないのかなっていうのはすごい感じてますね。なんかやっぱし、まあ、特にそのウェブの世界だと、まあ、数値による換算っていうのをこう、まあ、当たり前に行うじゃないですか、うんうんうん、
で、じゃあ記事が上がって何 PV でそこから何人流入、その公式サイトに流入して何を落としたんですかみたいなところが、まあ、どうしても KPI になるんですけど、うんうん、でそこの KPI だけで突き詰めるとそんなまりくどく記事とか挟むよりもじゃあなんかアドセンス出しましょうみたいな話に、まあ、どうしてもなると。なんだけどその、まあ、さっきも話したようにそのなんか、ゲームをこうなんか広めようとユーザーさんが思った時に参照するインタビューがあるとか共感する記事があるみたいなことの効果って多分そこの KPI では測れないものなんだけども、うんうん、現状それを測る術がないのでなかなかこうね、がつきづらいというか、そうですね、難しいですね。だからあの明確にその熱量だったりとかってそのコメント数だったりとかそのエンゲージメント指数みたいで見る方がいいんだろうなって僕個人的に感じてる部分があって、実際僕の過去のこう失敗事例、まあ、これ放送もされちゃってるし話していいのかよく分かってないんですけども、あのとある動画を撮ったらまあ普通に400万再生ぐらいしたんですけど、じゃあさっきおっしゃってた、まあ、KP 撮れるわけですよね、そこの動画からどんだけ入ってるの、100人ぐらいしか入ってこなかったんですよね、うん、とんでもない、しかもすごい高かったんですよ、その動画作るのに。 でじゃあ何かというとその結局動画のファンだっただけで、うん、あのゲームのお客さんにはなっていないと、うん、これやっぱ結構重要だなと思ってて、その動画、さっき動画って重要だよねって話をしてて、もちろんその動画って重要だなって思いますし、その、まあ、動画だけじゃないですけども、そのエンゲージメントっていうところだっていかにこう熱量を高めるかとかっていうのって重要だなとは思うんですけど、その情報自体を届ける先のお客さんが何を求めてるかっていうところをちゃんと理解しないと、あのいくらお金かけてやっても無駄になっちゃうっていうのがあって、だから結構多いなと思うのが、やれ動画だって言うとみんな動画を作り始めるんですけど、うん、動画作っても意味がないんだなっていうのはやっぱあるんで、あのやっぱ結局どういうお客さんに対して何を届けるのか次第で、まあ、結構変わっていくんだろうなっていうのはすごい思いますね。だからその中でもやっぱね、まあ、さっきなんかこう落ちてってるみたいな話は、うん、あの図ではありましたけども、やっぱりとあるもののものすごい濃い本当にゲームが好きなお客さんっていうところがあのいらっしゃるところではあるので、じゃあそういう人たちに対して届けるんだったらやっぱり未だにメディアが持ってる力って僕は強いなと思ってますし、うん、逆に言うとそのまあ何か雑多にこう何か思ってることだけぶちゃまけるみたいなのであれば、うん、逆に言うとあの個人発信した方がいいとか、うん、逆に言うとイベント開いた方がいいんじゃないみたいな、クローズドでみたいな話とかもあるだろうし、何かそういう形で何かいろいろゲーム側も考えていかないといけないんだろうなっていう。ふうには思いますね。なんかせっかくなので聞きたい、結構開発に関わってる人が多かったんで、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけども、なんか今それこそ、まあ、どういうところで何を発信しようって悩むことが多いと思うんですけど、なんか直近本当に悩んでることがあって、メディアをどう活用していいのかみたいなところのどうのところでもうちょっと具体的な事例としてなんかすごい悩んでることがあるみたいな人がもしいればぜひなんかその悩みを教えてほしいんですけども、その悩みについてちょっと一旦二人で話してみるっていうのをやりたいなと思うんですけど、なんか悩んでることがある人何でもいいですんで、すげえオープンクエスチョンで申し訳ないんですけども、あ、いますか？いないですよね。それは出ないですよね。何でもいいんですけど、なんかもしくは時間的にもあと10分ぐらいか。じゃあまあ、他に質問でもなんか質問でも何でもいいんですけども、何かこう聞きたいことだったりとかこういうことで悩んでるみたいなのがあれば、ぜひ挙手をしていただけるとありがたいんですけども、はい、どうぞ。あ、でどうぞって言ったんですけど、その真ん中のマイクでですねちょっと喋っていただければなと思うんですけど。あ、すみません、よろしくお願いします。はい、すみません、僕ちょっと、管理者ではないのでどこまで情報を出していいのかわからないのでちょっと曖昧な部分もあるんですけど、す、ね、ざっくり言いますと、今ちょうど開発しているゲームを、うん、まあ、ツイッターなどで、拡散しようっていうのをやっておるのですが、広告宣伝費が全然ないタイトルでして、うん、まあまあ、僕自身がそのツイッターをいっぱい更新することでなんとか広げていきたいなみたいなことをやっているんですけれども、もともとこの IP ものなんですけど、知名度が結構低いことからなかなか拡散しづらく、
でそれをどう広げていけばいいのかと。で今だいたいフォロワーが1ヶ月前に始めたのが1週間で130人だったんですけど、まあ、毎日更新することで今やっと1000人ぐらいになったんですけど、しかも、まあ海外が9割ぐらいで国内が1割ぐらいで、まあ、売上のセールもだいたいそれぐらいの比率ではあるのですが、あと2ヶ月ぐらいで、まあ、1万人ぐらいにはちょっとしたいなという具体的ですありまして、でどうまあ、少なくともこのツイッターでの役割は、出ることが分かっていたら買うであろうお客さんに存在を知ってもらうみたいなのがまあ前提とあるんですけど、それを達成するのに大体まあ1万人ぐらいフォロワーが欲しいと言われていて、まあ、あと2ヶ月ほどでどうしたら1000人から1万人に増えるのかなと結構いろいろ悩んでますなるほど。0円ですか？ちなみにほぼゼロです。ほぼゼロ円。あ、じゃあもう自分たちでできることだけでなんとかやろうみたいな。あ、そうです。こちらのデザイナーのコースを使うことはある程度なるほど。そんな形です。ちなみに今100人から1000人ってどういう形？本当に発信？はい、発信オンリーですかね。まあ、ゲームの中身の情報をちょっと切り張りして、うんうん、まあ、例えばそのリメイクに近いんですけど、昔からこんな風に変わりましたなどのアプローチでやろうとしています。はい、それってそのゲームのユーザーさんの総数と、はい、ツイッターのフォロワーの総数でいうとめちゃくちゃ離れてるっていう理解です。要はゲームの遊んでる人も全然フォローしてないのか。あ、そうだと見てます。こちら の, そ の, これぐらい売れるだろうなっていうのからするともうだいぶ低いと見てます。なんかちょっと話がずれるかもしれないんですけど、僕そのデンファミっていうサイトをやってたじゃないですか。で当初ツイッターもちろんやってるんですけど、1年ぐらいフォロワーがほとんど伸びなかったんですよ。1万人いかなかった。で記事はめちゃくちゃいい記事が上がってるんだけど、そのフォロワーが増えないっていう状況が結構続いて、なんでだろうなって思ってたんですよ。で、まあ、そこでその学んだことは、結構ウェブの世界、まあ、ツイッターに限らないんですけど、ウェブの世界とかってかなりなんていうかな、テクニカルにこうなんていうかな、ユーザーさんを背中を押すことが結構重要で、まあ、すごくなんていうかな、明け透けのないこうプランで言うと、例えばよく、アベマ TV のツイッターのアカウントとか見ると分かるんですけど、よくプレゼントをやってるんですよ。でそれが何かというと、そのこのプレゼントをこうリツイートしてアカウントフォローするとプレゼントしますよみたいな取り組み で要は 何が言いたいかというと、その単純に情報がただ流れてるだけのやつをフォローするかというと、そのこうフォローする最後の動機がないので、その最後の動機をどう作るかっていう手段の一つが、そういうそのなんていうかな、めちゃくちゃ直接的にフォローさせる最後の一手、逆にそういうその直接的にフォローさせる最後の一手を何かしらの理由でつけないと、うん、そのゲームを遊んでる人もじゃあそのアカウントをフォローする理由って何ですか、単にその最新リリースが流れてるだけでフォローしますっていうと、おそらくそうではないはずなんですよ。そのなんとなく流れてきてるのを見て満足とか、公式サイト、そのゲーム中のお知らせ見て満足というか十分だと思うので、何かそのなんていうのかな、テクニカルにそのフォローさせる一手みたいなものは意識した方が多分実行値は上がると思います。まあめちゃめちゃテクニカルなんで、まあ最近禁止されたかもしれないけど、昔例えば YouTuber とかがよくこうコラボをしてたじゃないですか。であれが何かというと、お互い その登録チャンネル登録者を交換するみたいな取り組みなんですよ。でそうすることによってお互いベースアップして、で要はそのコメント欄で何かコメントしてくれたら、その中から抽選でプレゼントあげますとか、最後にそのなんだ何々社の番組に出るからフォローしてねみたいな一言を添えてやるみたいな、何かその単純なその情報発信の数を増やせばいい云々プラス、そういう最後じゃあフォローに着手させる一手をこう意識して打つといいと思いますという。そんな話でいいのかしら。そうですね。実際私もまあなんかいろんなところで
やってますけども、まさに今平さんが直接的な何かっていうのが、あの本当に短期間伸ばす方法っていうだけだと、それが多分一番やっぱ本当に効果がいいっていうのは間違いないんですけども、ただその人たちが思想ユーザー、結局エンゲージメントが伸びない可能性が高いんですよね。そうなると結局こう1万人フォロワーいても、なんか毎回の投稿に10件ぐらいしかいいねがつかないみたいな話って、多分あのメディア価値として、まあそのツイッターというメディアの価値がどうなのかって話があるんで、多分そこも一緒にあの並列で追っかけた方がいいのかなというふうには思っていて、結構そのエンゲージメントがどのぐらい伸びるのかっていうと、投稿今まで多分過去した投稿でもエンゲージの伸びやすいものと伸びにくいものっていうのが絶対あるはずで、まあその中であの逆に言うとそこをまあなんだろう、まあちゃんとこう学習していくみたいなところはやっぱり言ってやった方がいいんだろうなっていうのはすごい思いますね。あとはまあ本当にこう相互っていうのは確かにあのすごい威力はあるんですけどあとただだからやってくれるところを見つけるっていうのもまあまあそれも多分自分たちでできることではあると思うんで、まあその辺をやっていく、地道にやっていくっていうことなのかなというふうには思いましたでも実際わかんないですけど、やっぱゲームを遊んでる人をツイッターフォローさせたいと思うんであれば、はいはい、やっぱりそのなんかそれこそ昔でコード配るじゃないけど、はい、やっぱなんかフォローせざるを得ない一手を打った方が効果はあると思います。なんか全然、あ、はい、こんなテクニカルな話でよかったでしょうか。あ、まあ、はい、あ、そうですね。やっぱあのお金ない分そこをどうあの、はい、後押しさせるやつを考えればいいかなっていうのが結構詰まってたので、そこがあると、うん、あとはあれですね、エンゲージメント率っていうのも結構見てるんですけど、やっぱりまあ画像とか動画とか特定のこれは伸びるなっていうのは、うんうん、まあ、あのちゃんとその波とかを考えて一応やってはいるのですが、まあ、なかなかちょっとずつ母数が伸びない、ちょっとずつしか伸びない、ちょっとずつですね、うん、それまあ難しいですね。でもこうこれでまああのアマゾンギフト券とか使っちゃうと多分伸びはするけどって話だと思うんで、そうゲームの中で何か使えるものがないかっていうことですよ。でも IP なんですよね。どこまで聞いていいのか分かんないですけど。まあはい。IP。多分二軸あって、ゲームの人をまずフォローちゃんとさせるっていうのと、ゲーム遊んでる人を。あるいはその IP ものであれば IP のファンをゲーム興味ないけどフォローさせるとかっていうのは一つの戦略なので、うん、IP 側からどこまでこうあの協力を得られるのかっていうのはやっぱすごい重要かなと思っているので、まあ、IP 側っていろいろ武器を持っているはずなので、それこそあの声優さんもそう含めてだと、まあちょっと何の IP なのか分かんないんで、どういうものなのかも全く分からずあの喋ってるんですけども、まあなんかそこからいかに協力引っ張り出せるかっていうのもなんか一個なのかなというふうに思いますね。ちょっともう IP がはっきりしないと分からないことが多かったですけど、申し訳ないです。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。他に何かありますかね。あ、どうぞ。話を伺っていて、あの SNS のプレゼントキャンペーンとかファンミーティングがいいっていう話が出ていて、あのまさにプロモーションとかマーケーの領域かなって思いながら聞いてたんですけど、あのそういうことを得意とするあのマーケーのコンサルとか、広告代理店の方とかに相談されたことってないんですか。僕2人ともですか。どちらかというと僕の立場で言うと、どっちかというと広告代理店の人が相談をされて、どういうイベントとかどういう取り組みをしたら面白いですかみたいなことを相談される側ですかね、どっちかというと。あとはあれですね、大体今お話でマーケティングのコンサルタントの方だったりとか代理店の方にお願いすると、大体もうパッケージ化されたもの、どっかでやられたもののパッケージ化されたものっていうのをやることになるので、多分あのやるときには 10番目か20番目ぐらいにやることになるので、どちらかというと意識しているのはこうあの新しいそのなんていうんですかね、手法の開発っていうとなんかあまりにもこうハウに寄りすぎてしまうんですけど、みたいなところはあの結構意識してますね。で、やればいいことというか、あのタイトルとして、まあ、ちょっと予算にバジェットにもよるかなと思うんですけど、本当に やったら絶対効果あるものっていうのも あったりはするので、まあ、その辺は逆に言うとあのさっきのゲーム
の攻略サイトを自分たちで作ると、まあ、コストがかかってしまうみたいな話と同じなんですけども、あのどちらかというとその任せればいいものは任せる、任せないでやるべきものっていうのをなんか見極める方が重要なのかなと思いますね。ありがとうございました。50分スタートだからもうそろそろ終わりなのではという気がするけど、じゃあですねちょっとあの最後にですね、最後になってしまったんですけども、あこれ ここまでですよね多分、はい、そもそもですねなんで、私とですね平さんがこのセッションを開いてるのかってどういうつながりなのかっていうところなんですけども、まあ、平さんがあのデンファミニコゲーマーっていうところの、まあ、遺憾であの株式会社マレという会社で、始められて、でデンファミニコゲーマー今その企業協賛みたいなところをメディアとしてはあの新しい試みとしてやられている中で、DNA としてですねあの初めてこうあの初めての協賛企業を、させていただきましたと。で、なぜ企業協賛をさせていただいたのかっていうと、やっぱりその私が携わっているそのモバイルっていう領域ってなかなかまあそれこそ10年とかっていうあのまだ歴史が短いあの産業ではあるっていうところもあってっていうのと、あとあまりにも高速に立ち上がってあまりにも高速に流れていってているっていうところもあってですね、なかなかその当時何が起こっていたのか、どういう時代変遷があって、どういうあの開発の人たちがどういう思いで何を作っていてみたいなことが語られることも少なければ、まあ、あのっていうのがあるなっていうのを考えていて、なのでやっぱり私、まあ、実際モバイルのゲームを作っていて、そこに携わっていく中でどうしてもなんか、ゲームの中だとちょっとこうなんか隠したというかみたいな感覚っていうのが抜けきらないなっていう、あのそれはメディアの論調も含めてですけども、感じている中で、まあせっかくこう一緒にやらせてくれあのいただいて、それこそ企業の、そのゲーム開発者のところにフォーカスするっていうあのデンファミさんの、まあ、理念というかに共感させていただいて、まあ、あのモバイルゲーム産業誌というですね企画を、まあ、一緒にやらせていただこうかなというふうに思って、でこれなんですけども、僕たちあの DNA という会社と、ディンファミニコゲーマーさんだけで、やるというよりはですね、まあ、そこの産業に携わっている人たちというか、思いがある人たちみんなで作っていきたいなというふうに思いがあって、その、お知らせをさせてもらえればなと。なんでちょっと最後に熱い思いをちょっと平さんから。はい、はい、でまあ、あの説明があった通り、その、まあ、DNA さん協賛であのまあ、こういうその日本のモバイルゲーム誌を、まあ、ちゃんとまとめていこうよっていうプロジェクトを、まあ、本当にその1年以上かけてやるぐらいの心づもりで一応やろうとしています。で、まあそのまあ、どういうふうにやろうかっていう部分でいうと、やっぱりまずちょっと情報をこうちゃんと整理するところから、基本的にはそのインタビューとかそのあのコラムみたいなものを充実させていきたいと思ってるんですけども、そもそもそのモバイルゲームってどういうことが起こったんだっけっていうのを まとめる意味で、あのまず年表を実は今作っていて、でその年表もただその例えばガラケーの時代とかになると、もうもはやすでに何が起こったのかっていうのを当事者しか知らないみたいな世界なので、まあ、その当事者の方々たちにもあの含めてその、まあ、こう情報をこう持ち寄ってくださいみたいなこうお声掛けを、まあ、今させていただいているという状況です。でまああのその完成版はこういうイメあの左側のイメージで考えてるんですけど、現状はそのいわゆる Google のスプレッドシートにあの、まあ、20年分ぐらいの情報をガーッとまとめて、でそこにそのみんなでこう書き込んでもらうみたいな取り組みを今まさにさせていただいています。で、まあ、その何かその出来事トピックスに対して、じゃあこれを取材に行きましょうとか、そのじゃあこれはその当事者の寄稿をお願いしようみたいなことを、まあ、やっていければと思っているので、あのまあ今日そのここにいらっしゃる方でそのまあモバイルゲームいろいろ俺もやったよみたいな方がいらっしゃったりしたら、まあぜひこの企画に協力していただきたいなと。でまあそのさっき佐々木さんの方からも説明がありましたけど、あのこれって別にその DNA さんがまあ協賛はしてますけども、別にその DNA さんをまあ何ていうのある意味持ち上げるための企画ではないというふうに認識しているので、まあそのいろんな会社さんのいろんな記事っていうのをここでやっていければというふうに思っています。まあそのまあ、ゲーム開発者とかゲーム会社とメディアの関係という、まあ、意味で、まあ、新しい方としてこういう取り組みが、まあ、できて、まあ、これがそのいい形で前例になって、
そのメディアと、まあ、ゲーム会社が協力してそのなんていうかなゲーム業界内はもちろんですけど、うん、そのゲーム業界外に向けてその、まあ、ゲーム業界 の, その、まあ、情報っていうのを発信していけるとまあ、市場というか、まあ、産業としてまあ、より成長していけるのではないかなというふうに思っています、うん、はい、でまあ、理念としてはそうなんですけど、まあ、正直な感想を言うとよくお金を出してくれたなというのがいやいやで正直このやり取りをする中でじゃあ KPI どうしましょうみたいな話も実際あったんですよね、うん、ありました。だけどこれやっぱちょっとなんかこうできませんねっていう話になって、うん、まあ、その辺は結構なんていうのかなその、まあ、信頼いただいてあるいはその、まあ、先にある価値みたいなことに、まあ、ちゃんとコミットしていただいて今回その協賛していただいているので、まあ、我々としてもその、まあ、思いに応える形できちんとこう、うん、その日本のモバイルゲーム史を調べようと思ったら必ずここに行き着くようなものにできればいいなというふうに思ってます。そうですね、はい、まあ、やっぱり最後になりますけどもモバイル、まあ、僕は本当にモバイルのゲームしか作ったことがない人間なので、まあ、そこに育てられたっていうふうには思いもありますし、やっぱ適切にまあ、なんだろう、適切に歴史だけじゃないですけども何が起こってたのかっていうところが、まあ、やっぱり全然伝わりきってもないし僕も分かりきってもいないしみたいなところがあるなっていうのは感じているので、まあ、このタイミングでせっかくなので、まあまあ、ここにっていうかこの、に関わってる全員で改めて正しい認識っていうのをできればなと思ってるのでぜひですね、で、まあ、自分がやってることに誇りが持てるようなにしたいなというふうに思っているので、まあ、もし興味があればですねデンファミイコゲーマーの、サイトを見ていただければ多分寄稿してくださいみたいなリンクも出てくるのでぜひそちら見ていただければなと思っております。あともうちょっと言うとそのもともとそのデンファミでもちろんもちろんいいですか、ゲームの企画書っていうその連載を始めた時にやっぱりゲームのこう黎明期の話ってむちゃくちゃ面白いんですよ。その当時何もないところからゲームっていうのをこう作っていく物語で、まあ、そこに立ち会った人の話ってむちゃくちゃ面白いと思って連載を始めたんですけど、やっぱり一方でその、まあ、ユウさんの話もそうなんですけどそのモバイルゲームのやっぱ立ち上がりの話も当時やっぱむちゃくちゃいろんな事件とかその出来事もう本当にもう何だろう別にその悪いっていう意味じゃなくてもう何だろうなそのやっぱ何か事件に近い出来事なんですよね、その発明とか。やっぱ辺の面白さをやっぱちゃんとその情報としてアウトプットしていくことで、まあ、さっきそのリュウさんがちょっと劣等感があるみたいなお話があったけども、うん、まあ、なんかそういうことをこうなんていうかなちゃんとこう覆していければというか、うん、その面白いこうちゃんと業界でその、まあ、熱量ある当時 の, その若者たちみたいな人が熱量を持って取り組んできたものなんだというのが、まあ、伝えられるといいなというふうに思ってます、うん、すいません。ありがとうございました。じゃあですね、これでですね、本講演は、以上とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。